これがペダンクのボールです、競技で使えるのは、直径が 70.5 ミリから80ミリの間、重さが650から 800グラムまでの重量と決まっております。一般的には直径が71ミリから73ミリ、重さが650から700グラム前後のボールが最も多く使われております。ちなみに私が使っているのは、71ミリ、670ミリのボールです。でこちらが、目標となるビュットと呼ばれる、木製の玉で、直径が3センチの、木の玉です。これに、この鉄のボールを投げて近づけ合うという競技です。ペタンクのボールの握り方は、水をすくうように手のひらを作っていただいて、その上にボールを乗せます。指の感覚はあまり広げないで、ボールを握るというのではなく巻きつけるという感覚で持っていただくと投げやすいです。はい、ボールを握った後、巻きつけるようにボールを持っていただいて、手の甲を上にしアンダースローで遠心力を使って投げます。肩を軸とした円運動ですね。この円運動を利用してボードを投げてあります。立ち方は、両足を、軽く揃え、両足を揃えた状態で、膝を軽く曲げます。程よく前傾をして構えます。